ちょっとさっきバックスペース .fm のディスコードの方で教えてもらったんですけれど、すいません、あのインフィニティサークルじゃなくて、インフィニティサークルはまた別のものだった、インフィニットループですね、Apple 本社通称インフィニットループ内と、僕が今回行ったビジターセンターのそのなんか T シャツの品揃えとか結構違うので、まあ、中に入ってそっちの方にも行くのは結構いいと思いますよということを教えてもらいました。まあ、あのカルトレインが動いていたらもうちょっと近くに行けるのかな。てかまあサンノゼから、サンタクララの方に行くのは多分普通バスのとかになっちゃうんで、ただね、あのサンノゼからサンタクララのそのアップルパーク近くまで行くと結局いろいろ迂回して1時間ちょっとかかるんですよね。なのでまあ行くとしたらまた1時間かけて自転車で行くか、ウーバーとかを使って近くに行くか。まあウーバー使うと片道が大体25ドルぐらい、でまあ往復で50ドルぐらいになっちゃうんで結構値段はするんですけれど、今後まあそのお土産とか、あの普通に日本に帰る時のお土産みたいな感じで、まあ行くのもありかなと思っておりますが、まあそんな感じでビジターセンターの前でネットで注文して受け取ったんですけど、結局まあちょっと多分動画の中でも喋ってたかもしれないんですけれど、受け取り場所の選択としてビジターセンターとインフィニットループの選択肢が出てきたので、まあ、もしかしたらそのインフィニットループの方にも今現在行けるのかもしれないなっていうところです。っていうのが、まあ、今の、Apple Store の現状で、まあ、もう日本と全然違うっていうのは、日本だと予約して行かなきゃいけない、予約して行かなきゃいけないっていうところで、しかもなんか基本的に15分ぐらいもう受け取りとかそういうことだけやって、まあ、帰ってくださいねみたいな感じだったのが、まあ、今日ビジターセンターに行ったらまあ普通にみんな、すごく、よく、まあ、お話ししてくれて、まあ、おすすめの場所とかこんなとこ行ってみたらいいよとかいろいろと、情報をくれるっていうような感じの、Apple Store、でした。おはようございます、バルシャークです。昨日の動画の最後の方で、まあ、ボートが2艘というかジェットスキーが2艘、盗まれたって話をしてたんですけど、今日、無事、犯人が捕まりまして、帰ってきました。なんかそのちょうど僕がこの前、バートに乗るために、下っていったそのベリアサロードのところで捕まったそうです。なんかそのまあバンでその犯人が持ってったって話だったんですけど、まあそのジェットスキー2艘がめちゃくちゃ重くてすごいゆっくり走ってるところをなんか警察に、見つかって、捕まえられたということでした。で、まあ無事良かったなっていう感じの木曜日です。さあ、もう夕方の4時になりました。今日はずっと、まあ、昨日アップルパークに行った分、家でしっかりと論文を書いておりました。今日朝はかなり寒かったんですけど、昼夕方になって結構暑いです。お、ちょっとかなりいい感じにできた。今日はちょっとキューブアイスを入れて、いつも朝飲んでるコーヒーをちょっとアイス化させてみました。うん、美味しい。まあ歩いて20-30分、自転車だと10分ぐらいのところにスターバックスとかあるんですけれど、さすがにちょっとね、日中30度近くまで気温も上がってかなり乾燥してるんで、あんまり今外に出たくないんですよね。だからまあ家でこういうのが飲めるのもちょっといいですね。ちょっとやけに暑いなと思ったら30度どころか普通に30度超えてた。だいたい今34度ぐらい、4度、まあ35度ぐらいいかないぐらいですね。朝15度ぐらいで結構肌寒かったんですけど、まあ、日中の気温差で20度ぐらいなんで、ちょっとこっち暑すぎます。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.